ワンフーチン天守堂は、中華人民共和国北京市、東上区ワンフーチン大概74号に、所在の俗に、東道と呼ばれるカトリック教会である。別名は、静寂室堂と八面層共同。イエズスカイが北京で、ノリタケモン天守堂の後に建設した2カ所目の教会である。イエズスカイ神父、ロドビコブリオにより、1653年に、 小さな教会が建てられたのが始まりである。現在の教会は建物は三層のロマネスク建築で1904年に再建された。教会は建物細部の処理においてかなりの中国伝統建築の要素があり中国と西洋建築の風格がうまく融合している。1966年に文化大革命が勃発し8月21日に ワンフーチン展主堂は閉鎖された。この間、教会は八面僧小学校により、専用された。1980年に修復が始まり、12月24日に正式に公開されて、宗教活動が回復した。1990年にワンフーチン展主堂は、北京市文物保護単位のリストに加えられた。2000年にワンフーチン大外の改造に伴い、 北京市政府は、教会前に広場を作るのに投資をした。ワンフーチン天主堂は、ワンフーチン歩行者通りのランドマークとなり、ワンフーチン天主堂はこれにより、北京で最も市民に知られているカトリック教会となった。2013年に、全国重点文物保護単位に指定された、パガニ P213、ワンフジングカトリックチャーチビジット北京。ありがとうございます。